CBDC プロジェクトリップルが技術パートナー、ジョージア国立銀行 NBG は中央銀行デジタル通貨 CBDC プロジェクトであるデジタルラリラリはジョージアの通貨単位の技術パートナーとしてブロックチェーン決済企業のリップルラボを選択した。リップルの発表によれば、このパートナーシップはリップルの CBDC プラットフォームを通じてデジタルラリの試験導入の実施と展開を行うという。ジョージア国立銀行はこの革新的な CBDC プラットフォームを活用し、デジタルラリの潜在的な応用を評価し、政府部門、企業、個々のリテールユーザーへの利点を判断する。9月にはジョージア国立銀行は限定アクセスのライブパイロット環境を導入し、 CBDC プロジェクトを進展させる意向を明らかにした。この際、ジョージア国立銀行は技術力、成熟度、能力、関連するバックグラウンド、実践的な評価への参加意欲を考慮し、技術パートナー候補として9つの企業を選び出した。その中にはリップルの他にオーゲンティック AUGENTICDITT、ブロクサス、ホールディングス BROXUS、HOLDINGS、カレンシー、ネットワーク CURRENCY、ネットワーク、DCM、E カレンシーミント ECURRENCY、MINT、FARI ソリューションズ FARI、ソリューションズ、ソブリン、ウォレット SOVREIGN、WALLET といった企業が選ばれていた。最終的に、リップルはデジタルラリの取り組みにおける優先的なプロトコルとなった。選考委員会はプロジェクトの目標への深い理解、潜在的な応用、プロジェクトの成功への強い献身など様々な要素を考慮したという。ジョージアのデジタルラリの取り組みでのパートナーシップ以前、リップルは CBDC の実装に取り組む組織と積極的に連携していた。リップルは6月、コロンビアの中央銀行と協力し、ブロックチェーン技術の応用を調査し、リップルの CBDC プラットフォームを活用したデジタルペソの試験を行った。以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。The Middle East is one of the most important regions in the world for crypto. From payments to tokenization, there is a genuine adoption and importantly here in the UAE, a clear regulatory framework.That is why in Dubai is the perfect place to hold our annual Swell Global Conference. I hope to see you there.